日本の大学生は、ね、勉強ししててない無駄に過ごしてるんですよ4年間をだかだもうそこがもったいないなっていうのがすごいあってもう大学いらないんじゃないのっていう議論が最近いろんなところで出てきますよね、えー、つまり行かない方がかえっていいと、えーうん、私あの中国はすごい優秀な人たちを、まあ、それこそ北京大学とか西賀大,大学の人たちを集めてた時に彼らと議論してて学生時代ほら彼らってまあ昔の科挙制度から来てるんですごい勉強しないと高校のエリートにはなれないですしいい大学にも絶対入れないんで <laughs> めちゃくちゃ勉強してたんだって話をし しててじゃあ今まで人生で一番勉強したのは大学受験の時、中学受験の時って聞いたら、いや、それは大学入ってからですよと。働く時に役に立つようなことを勉強ひたすらしないとって。だから完全に就職の予備軍なんですね。ところがその話を中教師にした時に、大学っていうのはね、研究する場所なんだみたいな。いや、研究する場所だと思ってる人が世の中に本当にいますみたいな。それって大学院生だけじゃないですかっていうので、大学生はそんなことないでしょうと。明らかに就職するためにみんな言ってるんだからっていう話を知ってた。そこの差がやっぱりあるんじゃないですかね。